ごいですね。ありがとうございます。大好きな大好きな先輩ミュージシャン、ウクレレです。坂田圭司。どうですか、このステージの上。多すぎますよ。どこ見ていいんやろみたいな。本当に、あっという間に、最後の1曲という時間になりました。本当にあの今日はメンバーも全国各地から来てくださってますけれども、お客様も全国から来ていただいて、そしてあの本当にそれぞれ、応援をしてくださっている、そのみんなが、こうしてあのジプシージャズと集まると面白いんやなっていうのを、体感していただいたと思います。実は明日ですね、あのこの日本にはジャズメハイト研究会っていう組織がありまして、あの年に1回コロナ前はあの全国各地で、じゃんけん合宿っていうなので、あのただセッションを24時間するっていうあの催し物が、毎年ありまして、それの、今年の幹事として僕が選ばれて、あの明日から、明日12時から明後日の12時まで24時間セッションの会場を段取りしたり、いろいろ内容したりして、幹事をした時にたまたまここの全員があのそれに行こうと思ってんねんって言ったことが始まりで、もうみんな来るんやったらほなちょっと1日早く来てくださいということで、この会が、実現したという裏話でございます。先ほどのね、あの皆さん入ってもらうときにあのお宮をいただいたと思いますけども、彼もあの実はあの誘ったらそのジャンケン合宿にあの参加するっていう気持ちで、来るっていうので、もうそれだったらせっかくだからちょっと聞いてほしいから一日早くおいでよって無理を言って来てもらって、韓国からね、あのまだ見るメンバーとお客様の顔を思い浮かべながら、お土産を持ってきてくれるという気の利いた、ちょっと後で紹介しますので、ね、ぜひ皆さん拍手で迎え入れていただければと思います。それではこのステージ最後の1曲も、最後の最後まで盛り上がって楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お待ちしております。